6代目 KDR30 のスタイリングをイメージしているが、その中身はアルミのモノコックフレームにレース専用の LZ20B ターボエンジンを組み合わせたスーパーシルエット。デビュー戦での勝利は日産が10年ぶりにワークス体制でサーキットに戻ってきたことを人々に印象付けた。そしてそこでスカイラインをベースにしたマシンを選んだことが、これからのスカイラインのスポーツ活動を暗示させたのだ。1972年にレース界から姿を消したスカイラインのレース復活を待ち望む声は日増しに高まっていった。約10年後となる1982年、通称スーパーシルエットと呼ばれたグループ5のスカイラインターボがステアリングを握る長谷見正弘によってレース界へ復帰した。シルエットフォーミュラと入れ替わるようにスカイラインはグループ A レースへの挑戦を開始した。 RS をベースにしたとはいえ、ついにツーリングカーレースへ。それはかつての箱スカ GTR からの流れに合致していた。1986年、7代目 HR31 に2ドアクーペが加わった。トップグレードは直列6気筒 DOHC ターボ RB20DET エンジンを搭載。グレード名は GTSR。 87年の東京モーターショーにレーシングマシンが参考出品され、その数日後になんとサーキットに登場した。しかも初レースでのデビューウィン、 R 伝説の始まりだとみんなが期待した。1989年5月にデビューした R32 のスカイラインは8月になり GTR を追加した。ついに GTR が登場したのだ。しかしグループ A で戦うためにはさらなる進化が必要だった。90年3月、500台のみを生産するという GTR GTR ニスモが発表された。この車こそグループ A に出場するためのベースマシンであった。90年にデビューした 32GTR は全日本ツーリングカー選手権の第一戦から93年までの29戦で28勝を達成している。
R32GTR は国内のレースを総なめにした後、海外にもレース活動の場を広げた。マカオグランプリやニュルブルクリンク24時間レース、オーストラリアのバサースト1000キロなど伝統的な海外のツーリングカーレースを GTR は完全制覇した。1991年のスパ・フランコルシャン24時間レースではグループ A マシンで初挑戦、初優勝を飾った。 N クラスでも2年連続優勝の快挙を果たし、 GTR は世界最強の市販車という栄光を手にした。1995年1月 R33GTR が公開された。サーキットデビューはそれから2ヶ月後だった。 R33GTR はボディも大きくなったが、エンジンをはじめとする主要なメカニカルコンポーネンツが電子化されていた。アクティブ LSD、 スーパーハイキャス、 ABS などが全て電子制御により完璧にコントロールされていた。 GTR を走らせる各チームはいかにこれを制御するかが勝負だった。 R33GTR はレーシングカーの電子化をいち早く進めたのだ。この戦いでベース車両に求められるのは、運動性能はもちろん、あらゆる条件下で発揮される耐久性と信頼性、いわば総合的な完成度の高さ。レースである以上、速くなくては勝つことはできない。しかし速いだけでも特色あるさまざまなステージが用意された N1 耐久ラウンドでは勝てない。その中でここ数年圧倒的な強さを誇っているのがスカイライン GTR である。GTR の敵は GTR 以外になし、そう誰もが口にするほど95年も驚異的な速さを見せつける GTR 勢。梅雨時に開催されるため天候が不安定なことが多い富士ツーリングカー6時間レース。95年も雨に見舞われたこの大会でトップグループを形成することができたのは GTR 勢のみ。途中から雨が上がりコースコンディションは急速に回復したが、 GTR 以外のマシンの付け入る隙は全くなかった。また日本で唯一の24時間レース、十勝24時間耐久も N1 シリーズに組み込まれたレースの一つ。ドライバーにとってもマシンにとっても限界への挑戦に他ならない過酷なタイムレース。 N1 グループのトップはスタートから闇夜、そして最終戦はここまでポイントリーダーのレッツォトランピオ GTR がオープニングラップから飛び出しトップを快走。他の GTR 勢も必死の走りで食い下がるが、最後までレッツォの牙城を崩せぬままゴール。今季2勝目となる優勝でレッツォトランピオ GTR 原和田組がチャンピオンも決定した。日産スカイライン GTR、 その輝きが最も放たれたのはシリーズ第4戦であった。時は8月、灼熱の太陽が降り注ぐ真夏の富士ラウンド。このあまりにも過酷な条件の下でスカイライン GTR はその驚異的なポテンシャルを遺憾なく発揮したのだ。実はスカイライン GTR 勢はこのレースから96年型ニューモデルを投入。 GTR のさらなる進化はもちろん大きな戦力アップだ。しかしニューマシンであるがゆえセッティングは難しい。レースは厳しいものになると思われた。ところがそんな予想はスタート早々に覆される。カーナンバー1カルソニックスカイラインは星野和義が得意のスタートダッシュ、先行するスープラ勢を次々とパス。それに負けじと鈴木アグリのカーナンバー2ゼクセルスカイラインもペースアップ。その気迫の走りに引き寄せられたかのように月までもやがて GTR 勢に味方する。1コーナーでトップを走っていたマクラーレン F1 がコースアウト。マシンはコースに戻れずこのままリタイア。もちろんこのチャンスを見逃す星野和義ではない。まずは目の前の FET スープラトム・クリステンセンに仕掛け1コーナーで難なくパス。カルソニックスカイラインはこれで2番手に浮上。
周回遅れのマシンを挟み前方にマクラーレンの姿を捉えた。また鈴木アグリも FET スープラに襲いかかる。クリステンセンは必死のブロックを見せるが、やがてそれも限界。1コーナー進入でアウトからかぶせた鈴木がわずかにリード。ゼクセルスカイラインは3番手にポジションを上げた。2位3位となった2台は GTR ランデブー走行に入るかと思われたが、やはりここでも熾烈なバトル。同じマシンに乗っているからこそ譲れないドライバーの闘争本能がコース上でむき出しになる。その競り合いがトップとの差を徐々に詰めていった。そしてレースは中盤折り返し、2番手のままピットインするゼクセルスカイライン。カルソニックも予定通りのピットイン。星野から影山雅彦にステアリングが託され、マシンはすぐさまコース復帰する。このピットインが勝負の明暗を分けた。コースに戻った時カルソニックはトップに浮上。影山は3年連続 GT チャンピオンの貫禄を見せつける王者の走りで、全く後続につけ入る隙を与えない。一方ゼクセルスカイラインは福山秀夫が3番手をキープ。またクレスカイラインの近藤雅彦も堅実な走りを披露。 GTR の心地よいエキゾーストノートがサーキットに高らかに響き渡った。レースはそのまま影山がチェッカー。レースはポールポジションからスタートしたエンドレスアドバン GTR が絶妙のスタートダッシュ。だが焦点はもちろん日産プリンス千葉とプリンス東京、ディーラーの名をつけた2台の GTR の一騎打ち。先行したのは日産プリンス千葉。96年このレースで初めてポールポジション以外からスタートした横島だが、やはりロケットスタートはお手の物。先行したエンドレス GTR をバックストレッチで捉えるといとも簡単に抜き去ってしまう。プリンス東京富士坪 GTR の砂子も横島に離されまいと必死の追走。すぐさまエンドレスをかわし2番手に浮上。この2台の直接対決は延々と続けられた。そしてレースは中盤戦に突入。ついに砂子が横島に仕掛けトップを奪う。このまま逃げればもちろんプリンス東京がチャンピオン。2番手に落ちた横島はその直後に1回目のピットイン。1秒でも早くコース復帰をしたいがタイヤが外れず10秒ものタイムロス。第2ドライバー竹内博則に交代し追い上げを図る。その7周後トップを走る砂子もピットイン。ドライバーは福山秀夫にチェンジ。こちらは順調にタイヤ交換。ちなみにプリンス東京のクルーはディーラーのメカニックだ。結局このピットワークはプリンス東京富士坪 GTR が勝利。福山はトップのままコース復帰。しかも竹内を上回るハイペースで周回し、その差をますます広げていく。2回目のピットインの時には2台の差は30秒以上。いかに N1 最速の男横島をもってしても勝負はあったかに見えた。プリンス東京富士坪 GTR の福山は最後は1分33秒3というスプリントレース並みのタイムをマークし、ステアリングをパートナー砂子の手に委ねる。ピットワークも問題なく終了。余裕のコース復帰を果たすプリンス東京富士坪 GTR。 ところが信じられないことがこの直後に起こる。追い上げを見せる横島の視界にペースの上がらない砂子のマシンが飛び込んできた。なぜかは分からないが、今なら間違いなく砂子を抜ける。横島はあっさりとライバルをかわしトップに再浮上した。実はこのペースダウンはミッショントラブルによるもの。砂子のマシンは2速と4速しか使えなくなっていたのだ。これで日産プリンス千葉 GTR ファルケンはチャンピオンをほぼ手中に収めた。誰もがそう思っていた。しかし残り10周というところで再び信じられない光景が展開する。
1コーナーで白煙を上げた日産プリンス千葉 GTR ファルケン。土壇場でのトラブル、原因はなんとブレーキローターの破損。横島はなんとかマシンをピットに戻す。残り周回はほとんどない。だが必死に修復するスタッフ、まだわからない。もしミッショントラブルが悪化し、プリンス東京富士坪 GTR がリタイアすれば、日産プリンス千葉はチェッカーさえ受ければ逆転チャンピオンの可能性が残されているのだ。なんとかコースへ。チーム全員の思いがついにマシンをコースへと戻すが、果たして優勝はエンドレスアドバン GTR の木下菊池組。そしてそれから1分後、トラブルを抱えながら走ったプリンス東京富士坪 GTR にチェッカーが振られた。この瞬間、最後の最後までもつれたタイトル争いも決着。史上まれに見るチャンピオン争いは綱子福山組に。
1989年5月、スカイラインに8代目が登場する。先代よりも大幅にシェイプアップしたスタイリングに、前後のショートオーバーハング化、さらに重量も50キロ以上の軽量化、新開発4輪マルチリンクサスペンションとの相乗効果で、その走りは飛躍的に向上していた。またとんでもないがとんでもいい超感覚スカイライン誕生をテレビコマーシャルのキャッチフレーズに、若者層を中心に新しいスカイラインファンを獲得。生産累計は300万台を超えた。同年8月に追加モデルとして、従来の FR 方式の駆動形式からトルクスプリット式アテーサという前後のトラクションを電子制御する画期的な 4WD 駆動形式と、280馬力の 2.6 リッターツインターボエンジンを搭載したファン待望の2ドア GTR が登場。新方式の 4WD と他を圧倒する強靭なターボエンジンを搭載した GTR は、市販車ベースで行われていたモータースポーツの全日本ツーリングカーレースにデビュー。その性能と走りから、同レースの最高峰であったグループ A で独壇場ともいえる活躍を披露。日産はさらにこのレースに向けた専用セッティングの N1 仕様をデビュー。翌々年となる1991年1月に追加した。このカタログは N1 仕様の追加と、その翌月にマイナーチェンジされたスカイラインの仕様を収録したものである。1993年8月、全車ボリュームのある3ナンバーボディが与えられた9代目スカイラインが誕生。居住性と快適性にスポーツ性を併せ持つ卓越した走りの本流グランドツーリングカーがキーコンセプト。明日スポーティーに生きるというキャッチフレーズで、これまでにない幅広い層から支持を受けることになる。高性能 2.5 リッターターボ、ハイトラクションレイアウト、電動スーパーハイキャス、ABS、アクティブ LSD などの採用で、次世代の高性能グランドツーリングカーの新たな基準を塗り替えた。9代目スカイライン GTR は、翌年の1994年1月に追加発売された先代 R32GTR の V スペック2とオーバーラップする形で、さらに翌年の1995年の1月に行われたマイナーチェンジとともにリリースされた。贅沢な装備の GTR と言われたほどの様々な豪華装備に加え、 FR を基本に 4WD へと可変するアテーサの搭載、さらに R33 は高速ツアラーとしての性格も加わっている。スカイラインの発売40周年を記念して、オーテックの手によって生まれたのが、特別使用車という扱いとなった GTR オーテックバージョン40周年記念車、通称4ドア GTR。 フロントマスクは2ドアの GTR と共通、しかしサイドビューは4ドアという、かつての箱スカを彷彿させるようなイメージを持たせた GTR だ。フロントフェンダー部とリアフェンダー部がブリスター化され、前後に GTR のエンブレムを装着しているところも大きな特徴だ。フロントシートはバケットシート、リアシートは中央に仕切りを敷いた2名の4シーター。エンジンは GTR 同様 RB26DETT というもの。フォードア化によって R33 の持つ高速ツアラーとしての性格と、 GTR というスポーティーさを兼ね備えたモデルとして話題を博した。1998年5月、スカイライン伝統の速い箱が戻ってきた。10代目のモデルチェンジを飾ったのは、ホイールベースを短縮化、全長も切り詰められネオストレート6を搭載した R34。 著しく剛性感を向上させたボディは、
ドライビングボディと名付けられ、誰も体験したことのないスポーツドライブの感動を提案。 BMW かメルセデスか新しいスカイラインかというテレビコマーシャルのキャッチフレーズも話題を独占。当時のユーザーのスポーティーセダン選択肢にスカイラインを加えようという発想を植え付けた。翌年の1999年1月には R34 型の GTR を追加。 R34 の打ち出す光合成ボディにアンダーフロアをパネル化し、空力性能を得たアドバンスドエアロシステム、さらにカーボン製エンジンフード、角度調整機構付き二段式リアスポイラーなど様々な新技術を投入。 R32 から受け継がれた伝統の RB26DETT 6速マニュアルなどパワートレーンも熟成され、究極のドライビングプレジャーを実現している。時代とともにニーズを多岐化していくユーザーに合わせて、 R34GTR にはエクステリア、インテリア、ユーティリティ、オーディオ&ナビゲーションシステム、セーフティーに至るまで様々なオプションアイテムを設定。車検制度の規制緩和からマフラーなどの給排気系パーツ、エアロパーツなどもカタログにラインナップされている。